こんにちは。本日は西鉄電車に乗っています。今回の動画では、西鉄久留米駅より北で福岡市への通勤が便利にもかかわらず、利用者の少ない駅を回っていきます。なぜ少ないのか、今後増える可能性はあるのかを、なんとなく考えていきます。それでは早速5位の駅、桜台駅に到着しました。桜台駅の平均乗降客数は1680人。今回行く駅の中で最も天神に近く、乗り換えは必要なものの天神までの所要時間は26分です。両隣の駅においては、朝倉街道駅1万1008人筑紫駅6414人と、両駅とも急行停車駅とはいえ随分と差があります。この立地条件でなぜ利用者が少ないのか考えながら、街の中を見ていきたいと思います。では早速西口の様子を見ていきます。典型的な住宅街にある駅だと言えますが、とにかくお店が少ないと感じます。目の前の建物の1階部分には、かつては商店が入っていたのではないかと思いますが、現在はことごとくシャッターが閉まっています。撮影日が祝日であることを差し引いても、営業している店舗が少ないと言えます。視点を変えてみても、米屋さんがある以外は自販機が並んでいるばかりです。右側の建物の1階にはカフェが入っているようですが、この日はお休みでした。なおこの建物を反対側から見ると、はっきり酒店と書いてあるので、もともと酒屋さんだったのが閉店してしまったのでしょう。では駅前通りを進みます。桜台という地名の通り桜の木が植えられており、春になればご覧の通り桜の花を見ることができます。通りの突き当たりにあるのはマンションではなく福祉施設で、その向こう側は、国道3号筑紫のバイパスと田園地帯になっていて、これ以上街が広がらないのが、駅利用者が少ない理由の一つかもしれません。なお福祉施設の左隣には、かつては大英の物流施設があったようですが閉鎖され、現在は新しい建物が建設中でした。食品会社の倉庫が建つらしいです。今度は駅東口へやってきました。東口側も同じように住宅街です。駅舎横の建物1階は店舗用スペースですが、不動産屋、トリミングサロン、閉店したラーメン店、スナックなどで、食料品店の類がありません。肉屋さんはコロッケが評判らしいですが、コンビニやスーパーの代わりになるものではなく、その先もお店ではなく事務所が入居しているだけで、日常的なものを買い物できる店がありません。撮影した時そこそこ小腹が空き始めていたのですが、そういう時にちょこっと買い物できるところがないです。住宅街の様子も見ていきます。おそらく、住宅街が形成されて40年程度は経過していると思われますが、ここは新しい建物や建築中の建物なども結構あり、地理的条件が良いということもあってか、建物の新陳代謝が進んでいるように見えます。西口側においてもそれは同じで、新しい住宅も結構多いです。その新しい住宅についてはほぼ例外なく、駐車場が2台分以上ついています。比較的古い住宅においては、駐車場が1台分のところが多いのですが、それを補うかのように、月決め駐車場が点在しています。桜台の街は、駅が近くであっても自動車の普及率が高く、普段は自動車での移動が多くなり、結果駅前の商店が減っていき、さらに自動車が必須となって、駅利用者も減っていると推測します。それでもコロナ禍前2018年までの10年間での減少率は 5%。より自動車の普及が進んでいることを考えれば、よく 5% で抑えられていると考えるべきなのかもしれません。なお、この駅の利用者がもともと少ない理由は、両側を急行停車駅に挟まれ、西鉄バスも、桜台をパスしてその領域へ向かうということもありそうです。次の駅に到着しました。先ほどの桜台駅から久留米方面へ4駅の、三沢駅、
ホーム幅が狭くてやや驚きますが、むしろ西鉄の駅らしいとも言えます。1日平均乗降客数は1576人です。コロナウイルスの影響のない2018年度のデータで見ても、2008年度からの10年間で 15% ほど減少しています。先ほどの桜台駅の減少率は10年間で 5% ほどなので、かなり大きな減少幅と言えます。では改札口を出て駅周辺を見回してみます。とりあえず駅東側からですが、宅配ピザ屋があって、葬儀場があって、月決め駐車場と、駐輪場。以上でした。住宅街に駅だけがある感じなんでしょうか。駅東口前の道路をしばらく歩いてみます。正直そろそろお腹が減っていまして、何か食べるものを探しています。と言っても何もなさそうな気はするのですが、自動車の通行量だけでなく、それなりに人通りもあるので何かしらあるのではと思いたいです。それでしばらく歩いてみたのですが、見つかったのは、普通の戸建て団地と、昼間はやっていない飲食店と、統合されて ATM だけになった銀行と、漢方薬店のみで、食料を調達できるところはありませんでした。しかし角を曲がったら街の様子が変わりました。一見して明らかに新しい住宅が並んでいます。調べたら、コットンヒルズ三沢駅前という団地で、残り1戸分譲中とのことでした。おそらく昨今の戸建て団地はどこもこうなのだと思いますが、家を取り囲む塀のないオープンな作りです。括弧ともに駐車スペースが広く、2台もしくは3台駐車可能です。塀がなく縁石もないので駐車はとてもしやすそうです。ここは三沢駅から徒歩5分程度の場所で、鉄道の利用がとても便利ですが、それでも生活の中心は自動車移動で、鉄道での移動は限定的なのでしょう。ここまで駅周辺に何もなければ、菓子パン1個買うだけでも自動車での移動になります。駅とは反対側に抜けられる道路が確保されていたので、生活の視点も駅とは反対側に向きがちだと思います。そこを抜けた後の主要県道には、かなりレベルの高そうなおしゃれスポットもありますし、車ならイオンおごりもすぐそこです。なおこの団地の開発と分譲を行っているのは西鉄です。必ずしも鉄道の利用につながらない感じの団地ですが、鉄道への貢献にこだわらず、不動産単独での利益を追求しているのだと思います。JR 九州の例を見るまでもなく、鉄道が主で他が重というような時代ではありません。一旦駅へ戻ってきて、次は駅の西側を見に行きます。これまた西鉄の駅あるあるですが、小さな踏切の割には自動車の交通量が多い上に、渡った目の前の道路も交通量が多くて怖い。ここで周辺を撮影する予定でしたが、危なくて撮影している余裕がなく、信号が青になったのでそそくさと道路を横断しました。一応目視では周辺を確認したのですが、交差点付近にあるのは不動産や、美容院と病院くらいで、買い物するようなところは見当たりませんでした。そしてこの先しばらく住宅街なのですが、300メートルも進むと、ご覧のように右も左も田畑になり、ここがどこかわからなくなります。上空をひっきりなしに飛んでいるジェット機の音が、ここが福岡中心部に近いことを教えてくれます。駅地下であっても農地なのでそう簡単に住宅が建ったりはしないでしょうが、先ほど見てきた新しい戸建て団地も、直近まで田畑だったそうなので、こちらについても可能性はあります。私は田園地帯で育った人間なので、そうなってほしいとは思いませんが。三沢駅を立って次の駅へ移動しながら、駅周辺について振り返りです。三沢駅前は一見すると変わっていないように見えて、一歩入ると結構変化している街だと感じました。駅利用者が10年間で 15% 減っているのは、移動手段がより一層自動車に移行した影響と、駅周辺人口の高齢化が重なったのではないかと推測します。駅周辺が衰退しているというわけではなく、
先ほど見た通り新しい団地も誕生していて、それ以外にも十分開発の余地もありそうですが、駅周辺が栄えて人口が増えたとしても、結局は自動車利用が多くて、駅利用者が増えるのは難しいと感じました。さて次に向かう駅は、一旦利用者の少ない駅から離れて、参考までに番外編として見ておきたい駅、急行停車駅である三国ヶ丘駅です。三沢駅のすぐ隣の駅ではありますが、1日あたり乗降客数は5038人で、三沢駅の3倍強です。1992年に開業した比較的新しい駅で、駅の東西ともに住宅開発が進み、2012年に急行停車駅に昇格しています。駅東出口へ出てきました。新しく開発された町の新しい駅ということで、とても綺麗に整備されていますが人影はありません。祝日である影響だとは思いますが、1日5000人以上が乗降する駅にしては、驚くほど人がいません。駅前にはマンションが立ち並んでいるのが見えますが、なんといっても注目なのは、これだけの乗降客数があってその数も増えているというのに、駅前スーパーが閉店してそのままになっているということ。1年前にトライアルさんが撤退して、駅東口からスーパーマーケットが消滅しています。では逆に西口駅前ならスーパーがあるかといえば、西口のスーパーは駅から徒歩9分ほど離れていて、コンビニも徒歩10分のロードサイド店までありません。この規模の駅でも駅前に商店がないとなると、それよりはるかに駅利用者の少ない桜台駅や三沢駅前に、お店がないことに納得せざるを得ません。正直私が思っていた以上に、日々の移動は自動車尽くしであることを痛感させられました。以上、三国ヶ丘駅でした。それでは次の駅へ向かいます。順番から行けば次は第3位の波多間駅ですが、波多間駅と第1位の安治坂駅は隣同士なのでまとめていくことにして、先に第2位の岸原駅へ向かいます。なお急に空の色が変わったのでお気づきかもしれませんが、ここから別の日の撮影です。電車は西鉄久留米駅を出て、岸原駅へ向かうところです。西鉄久留米駅から岸原駅間は近いのですぐ着きます。岸原駅の1日平均乗降客数は901人。一応は比較をしておくと、すぐお隣の西鉄久留米駅2万5000人超えの 4% 弱となっています。岸原駅に到着しました。ここもなかなかにホームが狭いですが、それよりも見ておきたいのは4両目の締め切りです。見事なくらいに4両目がはみ出しています。ドアが開かなくて慌てているような人は、もちろんいませんでした。地元の人なら知ってて当たり前でしょう。なお西鉄福岡方面は後ろ1両目だけが締め切りですが、大牟田方面の4両編成の場合は、前3両が締め切りで後ろ1両のみ乗降可能だそうです。ホーム長はそこまで短くないのですが、ホームが極端に狭いからでしょうか？撮影を終えて久留米へ戻る際に初めて知りました。では改札を出て外の様子を見ていきます。改札を出て右折して踏切を渡っていきます。まずはしばらく東方面へ歩いていきます。右手の建物は数年前まで商店だったみたいです。Google ストリートビューで見ると、まだ自販機だけが残っているのが確認できます。駅のホームから見ると、看板の文字は読めませんが店舗の名残があります。そのまま進んでいくと道はすぐに右へ曲がります。駅から30秒ですがすでに路地に入っていて、古い建物と新しい建物が混在しています。敷地は狭いですが、その狭い中でも駐車場が確保されています。道が狭いので知らない車が入ってくることはないでしょうが、地元の人が車で入ってくる分には問題なさそうです。もうしばらく進むと空間が開けていて、道路になんだか不思議な三角形の空間があります。道がクランクしているのを斜めにして緩和していると思われます。おそらくかなり古くからの道なのでしょう。それはともかくこの道に沿って左へ曲がり、
しばらく北へ向かって進んでみます。こちらの道路沿いも古い建物と新しい建物が混在しています。あくまでも印象ですが、本動画で見てきた他の街と比べて賃貸向けの物件、それも 1,2 名程度向けの部屋が多い気がします。しばらくここを歩いていきますので、1分ほどスキップします。先ほどの通りから右折して東方向へ向かう路地に入りました。こちらでは相次いで新しい建物が建築中です。一軒は戸建てで、一軒は賃貸マンションでした。人が住んでいない感じの家もある一方で、新しい建物がどんどん建っているイメージです。この道をさらにまっすぐ進んでいくと、正面は私有地で行き止まりになりますが、左に折れると公園につながっています。ここからしばらく BGM を消します。音量にご注意ください。小さな公園の向こうは鳥類センター、つまり中央公園です。串原駅から徒歩5分なので、生活環境として結構いいのではないでしょうか。私が住むなら年間パスを買って自分の庭代わりに使います。もっとも、先ほどからお聞きいただいている通り、猛獣のような鳥の声が始終鳴り響いていますので、苦手な方はご遠慮ください。串原駅はこの公園へのアクセスとしても十分使えそうなのですが、西鉄久留米駅からバスに乗ってもらった方が儲かるので、西鉄さんは推奨してくれなそうです。では一旦串原駅まで戻って、今度は西方向へ歩いてみます。この左におしゃれなパン屋さんがあったのですが、立ち寄っていたら永久に終わらないので前へ進みます。進んでいくとすぐに国道3号に出ます。角には定食屋さんがありますが、そういえばここもまたお店がないです。ロードサイドのコンビニなどがあるかと思いましたが、遠目に大型スポーツ店が見えるのみでした。方向を転じて左側を見ても、国道3号にしては意外にも店舗がありません。もっとも、肉眼では久留米綿屋の看板が見えているくらいに、西鉄久留米駅が近いです。この場所は串原駅徒歩1分というよりも、西鉄久留米駅徒歩10分なのかもしれません。隣の特急停車駅が強力すぎて利用者が少ない駅です。ただしこの駅の利用者は、コロナ禍前の2018年までの10年間では明確に増加傾向にあります。新しい住宅が多いほか、新旧交えて単身者でも借りれそうな物件があるので、若い人が住み始めやすいのかもしれません。ただし駅付近には買い物に適したところはなくて、何をするにも西鉄久留米へ行くか、逆に夢タウンへ行くことになりそうではあります。では再び各駅停車に乗って、次の駅、第3位の畑間駅へ向かいます。本当はついさっき第1位の味坂駅を通り過ぎてしまったけれど、動画の構成上それは無視します。小郡市のイメージを覆す感じの一面の田園地帯を走り、少し住宅が見え始めたら、間もなく畑間駅に到着です。畑間駅の1日平均乗降客数は1327人。コロナ禍前の2018年までの10年間での減少幅は 4% なので微減といったところです。駅ホームが見えてきて、この駅はホームが広々としてるぞと思ったのですが、それは一部分だけで先端は狭くなっていました。畑間駅のホームに降りてみると、上り線ホームの目の前にはロータリーを構築中のようです。もっとも改札口はそちら側にはないので、回り込むことになりそうです。線路の向こう側には結構広々とした駐車場があり、その向こうはもう宝満側の堤防です。撮影日は平日の日中ですが、結構駐車場は余裕があるように見えます。では駅の外へ出てみます。改札を出たら、まずは踏切を渡って駅西側方面へ行ってみましたが、普通の昔からの住宅と賑わってる感じの大衆割烹のお店があるくらいでした。ワンブロックくらい歩くと、一軒ごとの敷地の広さが
明らかにこれまで見てきた駅前とは違っていて、決して悪い意味ではなく、都市部じゃないところへ来たということを実感しました。一旦波多間駅へ戻って、今度は駅東側へ行ってみます。ここにはコミュニティバスのバス停がありますが、なぜかひっくり返ってました。それはともかくすぐ目の前は宝満川の堤防です。電車から降りてきた高校生の自転車を追って、堤防に上がり、歩行者自転車専用の橋を渡っていきます。橋の上からの景色は、こんな感じで絶景です。そんなに川幅が広くはないため、駅利用のために渡るのはそこまで苦痛ではないと思います。なお200メートル下流には、自動車で通れる橋もありますので不便はありません。橋を渡って堤防を降りてすぐのところには、一風変わった一軒家かと思いきや、レビュー高めのご飯屋さんがあったりします。その先の街並みは、食事どころがある他は普通の住宅で、その先は田畑と住宅の混在地域です。1キロくらい行くと住宅の密集した戸建て団地があるそうで、つまり駅とは関係なく住宅開発がされています。一方で、駅と関係なく街が形作られ、駅周辺の住宅の密度が低い割には、1327人という利用者はむしろ多く感じます。住宅地のど真ん中にあり、駅を中心に街が作られている桜台駅と、そこまで大きく変わりません。駅近くの人口が少なくても、東西南北に利用しやすい道路が通っており、駅前に潤沢な駐車場を構えていれば、ある程度の利用客を集められるという、一つの事例のようにも思えます。それでは波多間駅を立って、次の駅へ向かいます。波多間駅周辺の住宅が見えなくなると、ずっとしばらく田園地帯です。西鉄天神大牟田線西鉄久留米北で、一番乗降客数の少ない駅、あじさか駅へ向かいます。あじさか駅の1日あたり乗降客数は、159人と完全に他を引き離しています。この数字は、天神大牟田線全体の中でも2番目に少ないものです。利用者の少ない他の駅が皆県南部に集まっている中、異彩を放っています。宝満川に架かる水道橋と鉄橋が見えてきたら、間もなく阿字坂駅へ到着します。電車が発車して見えなくなると、完全に誰もいなくなりました。この光景の中に駅があるのなら、利用者が少ないのは当然でしょう。159人という利用者の数が、むしろ多いとすら感じてしまいます。ホームからは一面の田畑を見ることができます。線路沿いの家屋には、商店だった名残を見ることができますが、すでに閉店されていて自販機の設置もありません。駅の外へ出て周りを見回してみると、鉄橋と、宝満川と、県道の橋と、変電所と、駐車場と、トイレと駐輪場のみでした。踏切を渡った反対側から見ても、すごく大きな電気系の設備と、
一面に広がる美しい畑とビニールハウスと、宝満川に架かる水道橋と高速道路と、遠くに見える山々。だけでした。電車の本数は30分に1本ですが、通過列車が多いので踏切は頻繁になっています。住宅地であれば音を小さくしたりすることもありますが、ここでは気遣い無用なので鳴り響いています。普通のボリ列車から1名降りてこられました。利用者の方がどちらへ行かれるのか一応見ていたのですが、踏切を渡った後、迎えに来ていた乗用車に乗って去っていかれました。どこの駅でも同じようなものですが、徒歩圏内に住宅の少ないこの駅では、より一層それが当然のことになりそうです。尾行っぽくならないように間を空けて、私も踏切を渡ります。駅の東側には、駅前にあるほぼ唯一の施設といえる、西鉄の変電所があります。西鉄前身の九州鉄道時代からあるそうで、当時は結構な人数が働いていたのではないでしょうか。現在は無人化されていて、駅前も無人になってしまったのでしょう。なお駅前に人気がないとは言っても、近くの県道の交通量は結構あり、小郡市中心部まで10分程度、宮野陣駅まで5分程度なので、生活環境としては特に不便ではありません。あ、いや、もちろん自動車がある前提での話です。安治坂駅を立って、西鉄久留米方面駅路に着きます。列車は宮野陣駅に到着して発車するところです。今回は西鉄久留米以北で利用者の少ない駅巡りということで、参考の駅を含めて6駅回りました。全体を通じて大雑把な感想を言えば、利用者が少ないと言っても色々なパターンがあるということと、問答無用で自家用車が強いってことでしょうか。今回行った駅の中で一番変わる可能性があるのは、意外にも安治坂駅かもしれません。何もないがゆえに、都市計画次第で10年くらいで大変身するかもしれない。ただ一般論としては、河川の堤防にある駅には色々とハードルがありそう。西鉄が本腰を入れて、駅の位置を少しずらして駅前開発するとかなら大化けするかもしれませんが、そこまではやってこないと思います。となると逆にそのこと、何もないを売りにしたら面白いんじゃないかと思います。駅員いない、駅舎がない、商店ない、住宅ない、自販機もない、ライトアップはあるっぽい。確実にあるのは、駅と電車と踏切と、景色と美味しい空気。天神から37分のとても便利な、何もない、がある駅。ダメかなぁ、ダメだろうな。ということで本論はここまでで終わりにして、最後に串原駅の到着案内をお聞きください。というわけで、串原駅に到着したところで、この動画は終了にします。最後までご覧いただきありがとうございました。